どうも。おっす。ここを格闘道場と知ってのブレーカー。無礼なことはしてないはずなんですけど、頼もうとか必要やったかな。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ということで、こっち側は別に何もないんよね。オッケー、オッケー。じゃあちょっと、あ、そう、今回は、このポケモンを、ポケモンボールじゃねえわ。モンスターボールの中に入れて、また、連れ歩いていたポケモンがいるので、その子をちょっと、呼び出していきたいと思います。はい、お出かけ中のポケモンを戻します。はい、入れてたズニガメ。さあ、どうなった？ズニガメって最高に楽しくお出かけした。お。さあ、これ最終的にレベル何本まで上がった？経験値17,057。結構やけど。お、いいやん。あ、これ確率で進化したやろ。はい、ゼニガメレベル29まで上がった。行くでしょ。進化。よっしゃ、来たー。親、ゼニガメの様子が。来るよ。カメールになるよ。カメールも可愛いよね。私はだいぶ好きよ。ゼニガメカメールと可愛くって。ほら、可愛い。あの、耳が、なんか、天使の羽みたいなのめっちゃ可愛くない？おめでとう、ゼニガメはカメールに進化した。いいね。カメール、カメポケモン。ポカンと頭を叩かれるとき、甲羅に引っ込んで避ける。でも、ちょっとだけ尻尾が出ているよ。ダメやん。可愛いけど。可愛いけど。はい、お出かけのご褒美もゲット。よき。やった、なんかいろいろとゲットしたよ。不思議な飴めっちゃ手に入るやん、やば。嬉しい。よし、それじゃあ行きますかね。ちょっととりあえず手持ちポケモン、どうかな？ま、こんなもん、か？か？さあ行きましょうか。じゃあ次は、ま、とりあえず、タマムシシティの、この、ジムリーダーに挑むために、まあ、ここまで戻ってきたけど、また山吹シティの方に行って、ね、かわいい。口の先でぷくぷく音を立てて遊んでいる。違う、触れ合いじゃないんだ。山吹シティまだね、街をそんなに回れてないから、ちょ、とりあえず、街をブラブラしましょうかね。はい、山吹シティへ飛びます。いや、この技が使えるようになってから本当に便利。超嬉しい。はい、来たー。山吹シティのポケモンセンターの中は話したっけ？ちょ、入らせて。入らせて。あ、ここあれか。あ、違う、占い師がおるとこじゃないんか。ロケット団逃げてったね。これから外歩いてもちっとも怖くない。よかったね。あれはシオンタウンか。私、アローラから来たら、あ、ライチュウのやつ。なるほどね。あ、ここはもう話しかけたね。ってことは、まあ、別の建物に行きましょうか。また何かしらいろいろとくれる人がいるかもしれないから。この看板は、シルフ噂の新製品発売日見て、あ、そっか、シルフスコープはもう持ったよね、とっくに。シルフスコープを持ってるから、あれだ。あっこに入れたんだ。ちょ、名前忘れた。ポケモンタワーか。この人も話したし、心得編はもう行ったってことか。じゃ、とりあえず、一番上の列がまだ行ってないんかな。こっちの方。この辺の家多分訪ねてない。山吹シティも一時は人が逃げて減っちゃったけど、賑やかな街に戻るわ。逃げてっていうのはやっぱりロケット団がいたからってことかな。どうも。この間ポイントアップもらったの。すごく強い技って PP 少ないけど、これで増やせばいいのね。ポイントアップ。あ、この人の家来たね。この人ってかこの子の家。確かなんかピッピが好きな子やったよね。だけんピッピを見せてあげたらどうのこうのみたいなことを男の子が言おった気がする。ロケット弾やっつけたの子供たちだって。すごいな。ええ、私たちです。ちゃんと分かってる、私たちって。ロケット弾がシルフを襲って大事件って聞いて、ピリオットで飛んできたっす。
解決した？すいません。根っからの野次馬で。なんか紳士っぽくない喋り方やけど。あ、ここや、夏目のとこ。え、何？ 2 箇所あるんやけど。どっち？どうも、ジュンサーさん。違う、それピカチュウ。どうも、体を伸ばしてリラックスしてる。あ、なんかそこに落ちとる。モンスターボール。もしかしてロケット団を追い出してくれたのって君？返事しなくても、その目を見ればわかるわ。これ受け取って。アイナは警察官からパトロールセットをもらった。あ、お着替え？やったー。悪役から、悪役からいい感じに正義の味方に変われるよう。お着替えトランク。さあ、ここからじゃあ、どれや。パトロールキャップ。あ、かっこいい！てか、かわいい。いいね。で、洋服。はい、パトロール T シャツ。ちょっとよく見えないけど。じゃあ、私も。ここで帽子が、パトロールキャップ。やったー。私もちょ、これでジュンサーさんやねん。はい、パトロールトップス。そして、ズボンが、パトロールパンツ。なんで常に短いん？寒いよ。はい、パトロールシューツ。で、バッグがパトロールバッグ。じゃーん、こんな感じ。パトロールバッグはこんな感じやね。あの、ジューサーさんとかの帽子の正面に書いてあるマークと一緒。やった、お揃い。てか、あそこのモンスターボールめっちゃ気になったんやけどさ、どこから行くのあれ。あ、こっから普通に入れた。君ってば私よりよっぽど警察官ね。山吹の部屋を守ってくれてありがとう。こっちから話しかけてしまった。はい、そして、違う、モンスターボールが拾いたいな、私は。アイラの服装をジュロジュロ見てる。あ、服変わったってわかる？はい、スペシャルガードを見つけた。なんか2箇所あるけどさ、確実にこっちちょっとボロいんよね。あ、格闘道場、なるほどね。あれやん、エビワラーとかサワムラーとかおるとこやろ、これ。え、ここも、ジムっぽい感じ？あ、あっこにさ、モンスターボール2個あるの絶対そうやって。格闘道場。あ、どうも。そっち？そっちなの？わざわざ遠い方から、どうも。おっす。ここを格闘道場と知ってぬ無礼か。無礼なことはしてないはずなんですけど、何、ズカズカ入ったのがダメだったの？頼もうとか必要やったかな？空手用の岩尾が勝負を仕掛けてきた。一匹ね、オッケー。どうしよう、格闘系ってことは、あれなよね。飛行タイプを持ってきた方が良かったかな。ってことで、ちょっとこの人との戦闘が終わったら、多分左側の人が反応し出すんかな。じゃあ、その二人との試合が終わったら、とりあえず、手持ちの方にちょっと一旦、ピジョンを連れてこようかな。うわ、全然機関怖い。全然機関怖いよ。乱れひっかきとかで。格闘は他に何が効くんだ？うわ、全然ダメや。怖い怖い怖い。ダメダメダメ、それじゃあ。それじゃあ全然ダメよ。ちょ、ポケモン変えてこ。ゴローン。ゴローンはいける？よし、いけい。ゴローン今、レベル40代かな。40代ならね、あの、50までは平気になったから。あ、46や。全然大丈夫。あ、効果抜群やん。ダメやん。今多分レベル差で大丈夫やっただけやろ。ほらほらほら。岩なだれ。あ、でもこっちも、あ、そっか、レベル差でか。レベル差でか。そういうことか。はい、空手王の岩尾との勝負に勝った。ぐ、参った。これで失礼とか言わないよね。うわ、やっぱり。チェスト、硬いものだと怖くない。毎日拳で岩を割る練習してる。じゃあ私早くピジョンに変えたいんです。早く変えたいんです。空手用の達馬が勝負を仕掛けてきた。お、ゴローン。ということは？ということはだよ。はい、ポケモン。次バナでいけますね。はい、入れ替えていきます。
おいで、おいで不思議花。よし、ここはどうなんやろ。大きさの差結構あったりするんかな、それともあんま変わらんかったり。よし、君も一匹だけなんやね。オッケー、花びらの舞、多分これ一発で、よっしゃー、ね、効果抜群。よきよき、空手音辰本の勝負に勝った。あった、押す押す。どうも、格闘家は怖いものだと超能力くらいだ。あと飛んでるやつとかフェアリーもだな。押す、フェアリーもなんよね。なるほど、ちょ待ってね、手持ちポケモンで、ポケモンボックス、ピジョンはどこ、あ、おったおったおった。でもピジョンレベルどうやった？レベル20か。微妙だな。なんかもうちょっとさ、いい感じのおらん？ん？エスパー、エスパーいいの？エスパーいいのか。エスパーいいのか。なるほど。ちょっと飛んでるやつは、みんななんか微妙だよね。レベル22とかやし。あ、ってことはミュウで行けばいいってこと？じゃあミュウで行くわ、私。ちょ、待って、手持ちポケモンで。ミュウを先頭にすれば良きということですね。はい、行きます。じゃ、これで挑むわ。もうやってきます、遠くから。歩いて。のしのし。おし、腕が立つらしいな。遠慮なく行くぜ。さあ、かかっておいで。向こうのセリフか。空手王の大輝が勝負を仕掛けてきた。お、ニョロゾやん。せっかくミュウを一番前にしたけど、ちょっとここはピカチュウで行こうかな。格闘も入ってるかもしれんけどさ、水やん。よし、ピカチュウで行きまーす。はい、ミュウ戻っておいで。最初の一人ぐらいやったね。本当になんか格闘のみみたいなのって。バブル光線結構技可愛くって好きなんよね。一見ちょっとカメールが覚えてくれたらもう嬉しい。よし。10万ボルト！オッケー、効果抜群。やったでしょってちょっとチラッと。チラッと。空手音大輝との勝負に勝った。うおっす、技あり。モンスターボールがどんどん増えていく。嬉しい。あ、どうも。うおっす、貴様、道場破りか。そういうつもりで入ってきたわけじゃなかったけど、まあ、うん。空手音のぼるが勝負を仕掛けてきた。お、ゴーレキーや、ゴーレキー。これはちゃんと格闘系やね。さあ、ここでミュウだ。本当にエスパー苦手？ちょっと疑ってきたよ、私。サイコウェーブ。全然効果抜群じゃないやん。どういうこと？なんなの？そこは個人的な話だったの？どういうことやねん。いいよ、別に。普通に攻撃は効くからいいよ。OK。よし、空手を登るとの勝負に勝った。参った。みんな同じ顔だなぁ。五つ子か？五つ子なのか？ここは全国の格闘家が集まる道場だ。押す。格闘家はこ、あ、これは、超能力怖いって言われるけど全然エスパー平気やん。安心するのは師範に勝ってからにしろ。俺に勝っても大したことないぜ。押す。師範は格闘家の神様だ。挑むというなら覚悟していけ。覚悟してます。行きます。押す。わしが格闘道場の師範、空手大王である。お主は道場破りか。ならば容赦はせんぞ。とりゃ！何それ、その気合いる？その掛け声いります？空手大王の竹のりが勝負を仕掛けてきた。しかし一匹だけなんよね。みんな一匹だけ？しかもニョロボン。マジか。ピカチュウで行くわ、私。ピカチュウで行きます、私。一発でやっつけれそうやな。あ、でもレベル一緒か。どうかな。さあ、出ておいで。はい、これで
一発で仕留めよう。おお、いいね。アイラの掛け声に合わせて避けてやって、あったまいい。はい、ピカチュウ10万ボルト。一発ではなかったか。大丈夫よ、全然大丈夫よ。そんなこっちをチラッと見なくても。よし、じゃあもうあとこれぐらい大丈夫でしょう。雷。雷の方がでかいんか。なるほどね。効果は抜群だ。オッケーオッケー。なんかちょっと演出が豪華やったね。若干。空手第4の竹則との勝負に勝った。うおやったー、やられたー。あ、ここはお賞金だけなのか。あ、そっか、後ろのポケモンくれるんでしょそれ。わしは確かに負けた。しかし道場の看板だけは、持っていかないでくれ。いらんよ、そんなの。代わりにわしの大事な格闘ポケモンを渡す。おお、出してくれるんやね。ケルリエイ、ケルリエイ、どういう、なっこ。あの音を、カタカナに直したらそういう文字になるってこと？どうか好きな方を選んでくれ。私エビワラーがいい、見た目的に。なっこ。よし、うなる拳、エビワラーにするか。お願いします。アイナ空手大王からエビワラーをもらった。もらってくね、エビワラー。ラッキー。エビワラーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。エビワラーパンチポケモン。ねじり込むようなパンチ攻撃。コンクリートの壁がドリル状に削られて、やがて穴が開く。怖っ。てかさ、負けてさ、看板持っていかないでって言うなら両方くれればいいのにね。ポケモン。おっ、どうだ？ついでにここで空手練習していっか。え、結構です。欲張るのはよそうよ。欲張ってるつもりじゃないんだけどな、別に。あ、なんか誰か立っとった、今。誰？空手道場にも案内の人がいるの、もしかして。あれ？コーチトレーナー？おーす、私コーチトレーナー。格闘道場に出向してるっす。私は強いっすよ。勝負するっすか？まさかの。はい、します。いざ真剣勝負。じゃあ結構格闘系とか使ったりするんですか、コーチトレーナー。しおりさん。おー、ゴーリキーやん。よし、行くか。ミュウ。さあ、サイコウェーブで、まあ、そんなに大して効かないということは分かったけれど分かったけれど、まあ、そこはね、レベル差的な問題でね、あと一発でいけるでしょう。いけんかった、まさかの。そこ粘る、粘っちゃう。そう、スピードスターだ、スピードスター。オッケー。ふう、弱いじゃねえか。はい、こう、お、マジか、まだおるんか。エレブってことは、ちょっと私ゴローンでいきますね。さあ、おいでゴローン。これで相手はエレブ？はい、来たー。それじゃあここで岩雪崩。そっちが先か。あ、効果抜群。岩雪崩。はい、オッケー。あ、でも効果抜群じゃなかったけん、多分レベル的な問題ですね。お、ピカチュウレベル35。乾杯っす。ね、みんなと同じような喋り方するのね、君も。いい戦いでした。これ受け取ってほしいっす。お、雷パンチありがとう。まあ、雷パンチゴローン覚えとるけどね。おざましい23の中身は雷パンチ。電気を帯びた拳で、撃つべし、撃つべし。ありがとう、もらってくね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。
まったねー。さあ、山吹シティのジムに挑むにはまだちょっと早いんじゃないかなっていう気がするんやけど。どうだろうね。